日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日はどっちについて。その1。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は今日も元気ですよ。今日は少しいつもと違うことをしてみたいと思います。ちょっと聞いてくださいね。質問をしますね。これから質問、どっち、どっち、ね、例えば質問の最初、ね、最初の質問です。コーヒーと水、どっちを飲みたいですか？コーヒーと水、どっちを飲みたいですか？今。僕は水です。はい。コーヒー飲みました。ね、コーヒーはすでに飲みました。次の質問。はい。犬と猫、どっちが好きですか？はい。犬と言った人、猫と言った人、両方いますね。はい。どっちの質問ですね。今僕が聞いたときに、皆さんは少し考えましたね。最初の質問、コーヒーと水。ね、こう言ったときに、コーヒーを想像しました。水を想像しました。犬と猫と聞いたときに、犬、ね、を想像しました、ね。犬のことを考えました。その後で猫のことを想像しました。ああ、猫ね、猫も可愛いね。でも僕は猫アレルギーがあるから、やっぱり犬、ね。そう考えた人がいますね。僕は、アレルギーはないので、犬でも猫でもどっちでも大丈夫です。だけど東京に住んでるから犬はちょっと難しいかな。はい。次の質問。カレーライスと天ぷら、どっちが好きですか？はい。これも難しい質問ですね。カレーライスと天ぷら。うん。僕は天ぷらかな。カレーはね、今週食べたんですね。昨日食べたんですね。だからもう今は食べたくない。じゃあもっと分かりやすい質問、日本とアメリカ、どっちが大きいですか？日本とアメリカ、アメリカですね。じゃあ日本と韓国、どっちが大きいですか？知ってますか？日本と韓国。これは日本の方が少し大きいですね。じゃあ日本とスペイン、どっちが大きいですか？ね、サイズですね。面積、どっちが大きいですか？これは実はスペインですね。じゃあ日本とイギリス、どっちが大きいか知ってますか？これは日本の方が大きい。はい。このどっちという質問は日本語の勉強にとてもとてもとても便利です。ね、どっち、ね、どっちが大きいですか？どっちが小さいですか？どっちが美味しいですか？どっちが好きですか？子供たちはいつもいつもこうやってたくさんのボキャブラリーを覚えていく。想像しながら覚えていく。皆さんにもその経験をしてほしいので、今日から少しシリーズですね。どっちをやってみたいと思います。楽しみにしててください。それではまた次回。またね、またね、またね。